ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間忍です。今日はですね、ソレヤ質問箱に来た質問に、答えながらお話ししようと思います。詳しくは質問箱の方をねご覧ください。質問箱とはちょっと違った視点で話そうかと思います。カウンセリングが何なのかよくわかりません。こういう質問をいただきました。はるちゃんという方ですね。私は小さな頃から怠けたり、だらしない一面を持ちつつも、周囲に迷惑をかけないよう、気を張って我慢をしながら生きてきたように思います。ね、我慢してきたわけですよね。で両親に対して私は心の底ではビクビクしていますが、表面上では普通を装うようにしていて、安心を感じたことは少ないような気がします。なんかね、ちょっと子供っぽく振る舞えなかったんですかね。ビクビクしていたら子供のようにはね振る舞えませんよね。1年ほど前に、様々な問題を抱えて人生に行き詰まりを感じたことと、表面上の問題だけでなく愛着などにも問題があるのかなと思い、カウンセリングを受けるようになったのですが、1年前なんですね。カウンセリングでは何かを教えたりアドバイスはしない。相談者が悩みを解決する気づきを得るための場を提供するだけ。心を癒すのはカウンセラーではなく相談者自身。カウンセラーは相談者が悩みを表現できる安心安全な環境を作り、質問と傾聴を繰り返しながら相談者を見守っていく。という話をされました。そうですね。カウンセリングとは、こういうことをやっていくわけですね。このカウンセラーの、言う通りだと思います。はい。で、私としては、自分だけでは問題解決するのが難しそうだと思ったので、カウンセラーさんを頼ったつもりだったのですが、なるほどね。頼ったわけですね。頼る。そうなんでしょうね。で、上のような言葉を聞いて、問題解決の気づきを得たり、自分の心を癒すには、結局自分が頑張らないといけないんだ、というしんどさや孤独感や寂しさを感じ、なるほどね。なんだか返り討ちにあったような気分になってしまいました。なるほどね。カウンセラーもね、その人も返り討ちに合わそうと思ったわけじゃないと思うんですが、ちょっとね、カウンセラーが自分の手を引っ張ってくれるというふうに感じていたから、こういうふうな感想を持ってたんですかね。自分が頑張らないといけない。頑張る必要はないんですよ。カウンセリングというのは頑張る必要はないんだけれども、自分がこう右行ったり左行ったり、横右横左、上右上左行ったりしながら、こうどこが一番自分としてはこう通りやすい道なのかなっていう、そうやって自分でその自分の気持ちをね、把握していくこと。そうすることで自分の気持ちとこれ対話が始まりますので、自分の一番心地いいところはどこなのか。それはその自分しかわからないので、カウンセラーはわからないので、そういうふうなことをやる場なんですね。カウンセリングというのは。だからシェルパみたいなもんですね。鉱山を、エベレストとかね、登山するときにその現地のね、シェルパっていうのをね、雇うんですね。どの道を、どのルートを通るのが一番楽なのかとかね、
シェルパの力を借りながら登っていきます。で、大体カウンセリングというのはそういう感じなんですね。登るのは自分自身なんですよね。で、カウンセラーさんとのカウンセリングは中断したのですが、カウンセリングにやや不信感を抱いており、カウンセリングというものがどういうものかよく分からなくなったので、お手数をおかけしますが教えていただきたいですというお話でした。まあシェルパみたいなもんね。以前ね、私がカウンセリングした時に、まあ最初の方、カウンセラーとしてはかなり最初の方、ボーダーラインの方をねカウンセリングしたことあるんですけれども、その初回で言われたことをね今でもはっきりと覚えてるんですが、ようやく私の車椅子を押してくれる人が見つかったようで嬉しいですっていう言われたんですね。要は私の車椅子をね押してくださいって言うんですね。まあ車椅子というのは比喩なんですけれど、別にその方車椅子乗ってないんですが、まあその心境としては車椅子に乗っていて、この車椅子を押してほしいなと思って、まあ自然と出た言葉だったんですね。これがまあそうですね。でそれに対して私がどう答えたか、まあ何にも答えなかったんですけれども、まあ、カウンセリングはそういう場ではなくて、まあ、それはねボーダーラインの方にはカウンセリングができないというわけではないんですね。逆にボーダーラインの方もカウンセリングというものを通して自分の、力をね、なんていうのかな、磨くっていうわけじゃないけど、まあ磨くのか、磨くとねこうだんだん光ってくるじゃないですか。泥団子もこう磨けば磨くほどこう光ってきますよね。ああいう作業をしていくのが、まあ、カウンセリングの場、泥団子みたいなね、カウンセリングはまあそういう場として考えてもらえばいいのかなと思います。ですからね、この質問者の方、まあ、もう一度その中断したカウンセラーにねかかってみてもいいと思うし、新しいカウンセラーを探してもいいと思いますけれども、まあ、それもね結局ご自身でやる作業なので、まあ、そうやってあなたと一緒にね歩んでくれる人ね、そういう方が見つかるといいですね。それではまた。